男か娘か確認する日です。おはようございます。今日は何の日ですか？今日は男か娘か確認する日です。どうですか？いや、娘と思いますこの嫌な気持ちは行ってきます。ドキドキ。はい、はい、それでは病院から今戻ってきたというか、カフェにね、一回来たんだけど、うん、はい、皆さん、はっきりチンコでした唯一はっきりチンコでした。これは強敵だな。山がありました。山がありました。皆さん、なんかね、こう、もう結構 90% ぐらいの確率で周りからは女の子だと思うって言われてて、なんか私が男の子といるのが想像できなかったのかな。めっちゃ出演しちゃった、ね、だからなんか周りからはね、女の子だと思うって言われてて、うん、そうだね。そうで、マッサージ師さんからも女の子って最初にね言われてて、てかなんか勝手にうちらの中でも女の子なのかなってずっと思ってたから、そうでしたね。そう、なんか男の子ってオプションがあんまりなかったんだけど、なかったね。でも良かったと思います。これから未来の息子、はい、一緒に荷物運ぶね荷物持ち、そう、荷物持ちと、あとお母さんを守りましょう。ありがとうございます。一緒にペグしようね、ペグまあ楽しい家庭になると思います。まあきっと、はい、はい、そんな感じの、一応性別が分かったよっていう報告動画でした。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まだね、名前は決めてないから、また決まったらご報告したいと思います。はい、健康の体で産んでください。ね、じゃあ、はい、来てください。はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムとツイートのフォローとチャンネル登録もお願いしますツイートやってんの、はい